はい、スタジオモランでーす。ゆきです。あいましこでーす。よろしくお願いします。お願いします。ということで、青春オーバーラン写真部第1回ですよ。来ましたね。前編。お港鉄道。そうです。撮り鉄ですよ、撮り鉄。年間の。はい。まず1箇所目ですね、ここが。そうです。上総大久保駅。おー、いいなー。の近く。憧れのね、ディーゼル鉄道なんですよね。そう、ディーゼルなんで、電線がね、ないんですよ。そう。電化されてない。そう。最高です。鉄道ってやつですね。鉄道、やばいっすよ。ということでね、はい。まず1箇所目は、ここを、ベースに。お、おお、来た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 、もう、取っちゃえ、取っちゃえ、取っちゃえ。練習だ、練習。いいの、いいの。いけ、いけ。はい、戻ってきてということでね、まあ今来ちゃいましたけど、うん、ここをベースにこの付近でちょっとこれから次の電車が来るまで、はい、多分20分ぐらいはあるので、はい、ちょっとロケハンしてどこで撮るか写真を決めて、はい、おのおのベストショット撮ってこいと撮ってきてください。わかりました。前回教えた3つの要素しっかり覚えてますね。はい、それをしっかり頭に入れた上で、はい、どんな設定にするかっていうのをまずここで電車が来る前にまず設定して、ね、追い込んで撮ると。わかりました。はい、ISO、シャッタースピード、絞り、はい、この3つですね。3つです。はい、意識していきましょう。はい、いきましょう。じゃあロケハン開始。イエーイ、行ってこい。ゆきさん、とりあえずどこ行きますか。とりあえずちょっとこの先、うん、いい抜けがあるかなっていう気がするので、はい、ちょっとロケハンをしに行ってみようかな。なんか俺すごいカメラ小僧っぽくない？ぽいぽいぽいね。ああ、俺ももう一個持ってくればよかったな。サブごつい、こんなカメラ小僧いねえ。小僧じゃねえっす。さあ、いい景色が見えてきましたよ。うわ、すごい、これはすごい。わかるかな。赤い鉄橋が生えてますね。映えてます。え、これどこから撮るといいんだろう。多分もうちょっと先じゃないですかね。すごい、川が、川降りれないかな。ちょっと高さありますね。ねえ、ロロ川ってね、これいいね。ねえ、小川かわいい ね。ザリガニ釣りとかできそう。やっぱ場所知らないから行ってみなきゃわかんねえ。足、多分この先行ったらもしかしたらあるかもしれないけど、うん、ちょっと時間的にもあんまり深追いできる余裕がないので、うん、今まで見つけたところの中で、まあ、さっきの抜けて斜めに抜けてたところ、うん、か、あとはもう駅方向、うん、がいいかもしれないですね。なるほど、ロケ感重要、ね、ね、と、ここはすごいな。でもかなりダイナミックな映像が撮れそう。じゃあ一回集合で、はい、ということでいろいろ今ロケハンしてきましたけども、おのおの撮りたい場所決まったでしょうか。僕は駅がいいですね、やっぱり。駅の方、うん、加藤さんは。僕はこの辺でもう一回探してみようかな。お、じゃあこの辺をベースに考えると、はい、いうことですね。じゃあおのおの、もうそんなに多分時間ないと思うんで、はい、10分もないうちに来ると思うんで、おのおの撮影地に行って、はい、カメラの設定を決めて、はい、撮って、撮り終わったらじゃあ車に集合ということで。わかりました、はい、やっていきましょう。行きましょう、頑張れ。はい、じゃあ俺は駅に行きたいと思います。大急ぎですね、時間がない。やばい、これから来るんで撮ってきます。
はい、取れました。とりあえず合流します。行ってきます。はい、ということで、はい、今1個目の撮影地終わってどうでした？難しかった。難しいですね、写真難しい。僕も結構初めて電車を撮ったんですよ、まあ次ちょっとまだもう1箇所2箇所多分回れると思うので、はい、ちょっと移動してる間に今撮った写真見返してもらって、はい、反省を生かしつつ次の撮影ね行きましょう。はいよ、行きましょう。おや、とりあえずサルエルダメだぞこれ歩きやすい靴大事。うん、はい、次の駅来ました、はい、2箇所目です。月崎駅、月崎駅です、まあ、隣の駅ですね。おや、はい、はい、行きましょう。月がまあ10分後ぐらいに来るので、はい、まあ、この月崎駅周辺でちょっとまた、見てもらって設定決めて行くと。サオちゃんさっきね、街ができないから待ってる間に違うもの取っちゃって設定が追いつかないっていうことがあったんでね、まあ、電車街だと思うんでね。本当にノスタルジーだね、思った以上に面白い、ね、こう切ない、儚い、儚い、ね、儚い、本当に。ということでね、2カ所目月崎駅楽しみましょう。楽しんでいい写真撮りましょう。はい、じゃあ行きましょう。いや、入場券が必要になるよね。あ、この買わなきゃだ、買ってこよう。なるほど、入場券買ってきます。あ、暗、はい、ここはね、せっかくの駅なんでなんか駅を取り入れた写真とかでもいいですね。いいですよね。もう好きなように撮れますからね、駅も入れます、これで。あそこも昔はホームだったんだよな。そうだね、伏線のとこだったんですね、もしかしたらここ ここはそうだね、ロータリーというか、数が多かったんだろうね、今一駅だけだからね。どうしよう、どっちから来るんだろう。向こうです。向こう、向こうですよね。あ、これこっちからどうだ。オッケー、ちょうど真ん中あたりいい感じ。来るよ。想定外の逆。逆どうすか、2箇所目ちょっと楽しかった。いいの撮れました。いいの撮れました。成長が見られる、楽しい。お、結構自信作撮れましたよ今回は。じゃあまだ次の駅ありますね。もう移動か。はい、マジか。どんどん移動しましょう。日が落ちちゃうんでさっと移動してまた、はい、3箇所目写真撮りいきましょう。よ、はい、はい、次3箇所目ですね。結構日が落ちてきました。上総久保駅でございます。上総久保駅という、ここはちょっと大イチョウがあって結構特徴的な駅なんですね、うん、まあちょっと残念ながら時期的に結構散っちゃってるんですけどね。まあそれを生かしたね、写真とかを狙っていけたらいいのかなと思います。ただ時間が結構もうすぐ来ちゃうんでサクサクっと。そうだ ね、 でね、撮影場所決めていきましょう。今駅から結構離れてるんですよ、うん、だからうまいことね。そうですね、やっていかないとまずい。ここで絵になってる。そう、俺もこれが一番絵になってる気がするんだよなということでね、時間もないんでね、パッと見つけてパッと設定して、うん、待ち構えていい写真撮りましょう。オッケー、頑張ろう。よし、行こう。あー、イチョウがちょっと枯れちゃってる。まあそれも味ってことで。さあ、僕はこのイチョウを中心にドセンターの絵を撮ってみようかなと思っております。やばい、来ちゃう。なんか落としてるよね。やばいやばい、来ちゃった来ちゃった。よし、いや、ギリギリ。どうですか、すげえバタバタ。もう着いた瞬間、あー電車来るみたいな状況でしたけど。いやーバッチリ、カウスさんバッチリな感じ、うん、おーいいな。どうします、ここもう移動しちゃっていいですか。そしたら個人的にはもう満足かな。じゃあ、うん、もうちょっと日も日なんで次移動しましょうか。 OK です。はいはい、じゃあ次の場所行きます。次はラストですね。はい、いいっすね。行きましょう。行きましょう。はい、お疲れー。いやー、見て後ろ、
橋。鉄橋？あ、鉄橋か。間違えちゃった。鉄橋でいいよね。鉄だと思う。ね、うん。赤い。最高にいいこれ。多分これ今暗いから。そう。ヘッドライトとか。いいんじゃないですか。暗い写真っていうのもね、思いっきりやっていいです。これって今までの設定がまるっきり通用しないってことだよね。そうです。今度は暗い中での設定だから、また考え方が違うんですよね。面白い。もちろんその低感度で、うん、あえて流す。電車をぶらすっていう撮り方ももちろんできるありです。ただ、うん、フラッシュだけはダメです。フラッシュ、あ、そうだ、はい、電車が、ね、電車にはで、うん、フラッシュだけはダメです。なるほど。あとはもう感度を上げてもちろん撮ってもいいし、うんうんうん、低感度ちょっとあえてブラッシュってもいいし、うん、ちょっとどうやって撮るのか楽しみですね。楽しみだ、ね、はい。ちなみに甲府台だっけ今。甲府台ですね。そうだね。じゃあ最後の勝負ですね。最後ですよ。いい写真撮りましょうよ。楽しもうな。よし、行きましょう。じゃあ今度は俺が行こうかな。で、問題なのは今撮ったとしても良かったとしてもこの後どんどん暗くなっていくから、そうなんだ、どん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 変わっていっちゃうんだよね。これ問題だよね。やばい、どんどん暗くなってく、ね、はい、先生大変だったね、真っ暗で、ね、いや、いろんな条件で撮れたんじゃないですかね。え、面白かった。うん、面白かったけど最後めちゃめちゃ多分難しいですよね。刻一刻とどんどん暗くなって早く電車来てみたいな。本当にもう真っ暗ねえ、参ったわって思ったら電車結構明るいし、そう、めっちゃ明るいし。ということでですね、なんかファミレスかどっか行ってさ、さあ今日のベストショットをおのおの選んで、うん、そうだね、それぞれの場所でどんな写真、みんながどういう目線でどういうの撮ってきたか、うん、まだみんな見てないじゃん。そうですね、カメラってその撮る人によって見方、あ、こうやって見てたんだって、人の写真ね、一緒に見ると同じ場所で撮ってるのにこんなに違うんだって、面白いですからね。ちょっと、ね、この後ちょっと見に行こう、見ましょう、みんなで、うん、ちょっとカメラ OK な場所探そう。紹介しよう。うん、うね、行こう行こう、イエーイ、行こう。いや楽しみ、みんなの写真も俺の写真も楽しみ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ということでね、撮ってきた写真を皆さん発表ですよ。セレクトし終わりまして、はい、どうですか。いやなんか自信なくなってきちゃった。カロさんどうですか今、ちょっと大きい画面で何ちょっと見てちょっとね、最後のやっぱちょっと残りよね、悔いがね、やっぱりで、ね、難しかったです ね、 ね、じゃあまあ早速、まあ、見ていきましょうね。そうっすね。じゃあまずマシコさんのセレクトから、はい、一箇所目からいきましょう。はい、マシコさんの一箇所目の写真はこちら。はい、どうぞ。これズルでしょ。そう、ズルなんです。キューなんです。サブの方で。あ、そうなんだ。はい、この質感が、このオーバーな感じが、うん、すごいファンタジーな、ね、なんか神々しい感じですね。なんかイメージで言ったら、そう、遠い昔の記憶の中にあるようなね。これいいなと思ったのは、昔のさ、横浜線とかのさ、昔の記事をさ、ネットで探したときこういう写真出るもんね。なるほど、そう、四角っていうのちょっとずるいけどね、なんかね。まあでも、かわいい、かわいさが出てくる、偶然撮れた感じですね。いいじゃないですか、いいじゃないですか。じゃあ、角地さんの一箇所目見てみましょう。はい、こんな感じ。かっこいい。もう俺、これしか電車映ってなかった。結構かっこいいじゃん。一枚勝負でした。え、かっこいい、木がこう入り込んでる。入り込んでんじゃないよ、もはやここにピントが合いそうになってる。いいじゃん、このチラ見せ、チラ見せ、あえてここじゃないじゃん、うん、ちょろっと見えてる。よくできた鉄道模型みたいな。ジオラマっぽいね、確かに、確かに。いや、いいんじゃん、狙いはわかる。じゃあ僕の、そうですね、プロの写真いらないで、そういうことこれはこちらですね。綺麗、まあちょっと季節感出るかな。ね、でもなんかここにさ、白地で、そうだ、京都に行こうって入れられたら、そのまま JR とか行ってくれるね。そうだね。千葉って。千葉行けそう。いや、まあ、赤いね、足と、ちょっと車両全体入れたいのと、ちょっとワイド感出して、いろんなもの、景色と、込み込みでちょっと行ってみよう。これは
はかっこいいわ。掘り鉄初です。まあ、さすがだわ。2カ所目に行きましょう。うん、はい、じゃあ益子さんの2カ所目の写真。おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ、やってやりました。やってんな、やってる、やってんな、かましてきた、かましてみました。おしゃれ。ああ、ボケ具合がちょうどいい。あえてのこれだね。あえてこれを2カ所目でいきなりかましてくる。ちゃんと考えて撮ったんだって分かりますね。じゃあ門口さんのこちら、これも素直だね。素直ですね。素直だね。全部入ってやる。そうそう、ここ入れたかったの。うん、ね、ザキエちょっとポップな感じで、ね、いいね。運転手さんもしっかり入るみたいな感じがいいね。車掌さんもいるじゃん。そうですね。うおー、すげえ。ちょっとピントが奥いっちゃったのが惜しいかなっていう感じは若干しますが、ね、ちょっと後ろ行っちゃってるけど、本当はこっちだったらより良かったのかなっていう気はしますけどね。まあ、この駅の特徴がすごい出てると思いますね。そうだ、月崎行きますね。いいとこです ね。じゃあ僕の行きましょう。はい、僕の2カ所目はこちら。かっこいい。やばい、これ何これ、絵はがきみたいな。これ線路ずるいよ。線路からのちょっとトンネルみたいになっているものだったので、これを生かしてみましたね。ちょっと今回ズルなんで、僕はちょっとレンズをね変えるっていう、あ、大技を使った。でもなんかこれ日本じゃないみたいだよね。ちょっとノスタルジックな色にちょっとやってみましたね。これ昭和だね、完全に。うーわ、こんな感じでございます。さすがだわ、これは。じゃあ3カ所目いきましょう。はいよ。益子さんの3カ所目こちら、イチョウのとこですね。はい、はい、一番素直ですね、今まで。素直だね、確かに。ほんと時間なかったんですよね。そう、時間なかったし、一瞬で勝負したところですね。どうしていいのかわかんない。とりあえずイチョウが入って、まあでもそうですね、ホームが入って電車も全部入ってるからいいかなって。ここの特徴はもう本当にイチョウの木ですね。大イチョウの木で木になってますから。じゃあ、かぶってさん。3カ所目はこちら。かっこいい。これもいいですね、いいですね、いいね、いいですね、全部がいい。いいね、これすごく俺、いいと思う。いや、もう、君の名は的な。この、女子、中学生かな、わかんないけど、わかんないけど、高校生か中学生かわかんないけど、この子がいることでよりずるいよ。これでずるい。ここで物語もあるもん。誰か待ってんのかな。ねえ、そうだよね。あんな総理が感じますよ。いいですね。僕ですね。僕の3カ所目はこれ。はい。なんかこういう。これすぎんでしょ。まあちょっと青を振りすくってるんですよね。これは色が濃い。いや、これは。ちょっと引きで正面から行ってみようかなっていう。まあちょっと残念ながらイチョウが結構枯れてたので、まあシルエットにして枝の感じを出しつつ、まあ全体の雰囲気でなんとなく行ってみようか。いやー、いいなー、ズリーだ、ズリーズリーズリー。いや、プロっぽいとこ見せてきた。いやいや、出してきたよ、マジで。じゃあ最後、最後、最後、問題のです。問題す、問題の。最後は本当に無理だった、正直。難易度高いですよね。だんだん取れるわけない。じゃあ、聞いてみましょうか。益子さんの4カ所目の写真、こちら。かっこいいじゃん、どうも。これあれ、見た見た見た。シャッター速度遅くしたやつでしょ。0.4 秒。まるで、いすみ鉄道が特急のようにね。よく撮ったよ、ブレずに。そうですね、橋とか見るとそれはブレてないですね、あんまり ね。結構よく止めましたね。ね、イメージとして狙い通り。いや、ね、どういう写真がなるのかまるっきり分かんなかったから、うんうん、入ればいいやって撮った。なるほど、うん、写ってりゃいいやと思ったら写ってなかった、むしろ、うん、じゃあ門口さん行きましょうか。はい、こちら。うわ、あ、これ撮ってる時に俺スタンリーの言葉を思い出して、うん、まずは自分が楽しまなきゃダメだっていうのをバンって頭の中に出て、すごい、これがいい。そうか、81,275、始めるだけ上げてみた。超高感度、カノッチさんのが一番高感度強いというか、今回機材カノッチさんのダントツで、うん、高いってだよね。高感度結構綺麗、
ってこんだけ感度上げてこんなに撮れちゃうの、うん、あのカメラ、ね、シャッタースピード100分の1稼げてますからね。いやマジで、うん、インドも来てますね、これ来てますね、ちゃんと電車に来てますね。これはね、一番最初に結城先生に言われたことを守った待つね。これもどっちかというと昭和の特撮の模型みたいじゃない？ね、確かに、うんうん、よく撮れたね。ちょっとマシコさんのカメラ撮れないかもしれない。じゃあ僕のいこちら、あーかっこいい。まあ、僕はこの鉄塔を入れたいなと思って、銀河鉄道みたいな。なんでそんなの撮れるの？いやすげえわ、ちょっと暗くなりすぎて橋感がちょっとなくなって、あんまりわかんないのがちょっと残念かなと。あ、これ橋感だけだったらあり、柱感は確かに、確かに柱感は上かったな。いやどうですか写真部第1回、いや撮り鉄編、撮り鉄編、また撮り鉄やりたいわ、やりたいね、電車楽しいですね、楽しい、すげえ楽しい、やっぱ季節感出ていいですね、いいね、動きのあるものを撮るのって面白いね、その場に留まってくれない難しさですね。そんな感じでね、これからじゃあ写真部やっていきましょう、まあ、月1ぐらいでねやりましょうよ。ですね、そうですね、やっていけたらいいかなと思います、はい、ということでゆうさんありがとうございます。先生、いや、はい、よかったですよ、2人とも楽しかった、楽しんでもらえたらもう何よりです、はい、楽しかった、よかった、ということで皆さんも写真やってみたらいかがですか、はい、以上青春オーバーランでした、またねー、バイバイ。